谷村博士3月26日から1996年10月22日は日本の大倉官僚。大倉事務次官、厚生取引委員会委員長、東京証券取引所理事長等を歴任。東京に生まれる。旧制行政中学4年生終了。第一高等学校を経て、東京帝国大学法学部政治学科卒業。 採用試験20科目すべてで優を取り、トップで大倉省に入る。大臣官房文書家族。1938年短期現役海軍、主計科士官を志願。同年7月、海軍経理学校に入学し、同年12月に卒業。海軍主計中尉に任官。名取に配属。第5艦隊司令部付明古上官。 クレ海軍交渉会警部勾配課勤務を歴任。1940年11月、主計単位に昇進。1941年10月、横須賀陳述付に転じ、同年11月、予備役に編入された。大倉省に復帰し、大臣官房調査部次長、大臣官房調査課長、銀行局銀行課長、銀行局総務課長、大臣官房文書課長、 大臣官房財務調査官、主計局次長、大臣官房長、主計局長などを経て、1967年事務次官に就任。退官後、1969年、厚生取引委員会委員長、1974年、東京証券取引所理事長を務め、証券取引の近代化に努めた。ありがとうございます。